はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は愛知県の研究開発の正社員7年目29歳の方の給与明細です仕事内容は配管機械工具の企画及び設計開発をしています鉄管にネジを切る機械や血、えー、管を切断するための機械を開発しています仕事に必要な資格やスキルが 3D キャドなど設計に必要なことは入社後学べるので コミュニケーションスキルさえあれば大丈夫です。海外仕入れ先とのやり取りなどもあるので英語や中国語ができると、えー、少しアドバンテージがあります勤務時間は1日8時間で残業は30分から1時間程度収入が月収28万でボーナスは年50万 ×2 回、えー、合計100万、えー、研究開発職をしたい家庭のアドバイスとしては残業はほとんどなくプライベートを確保しやすいです 給料は低めですが、プライベートを重視する方にはおすすめです。で、給与明細です、えー、基本給が22万9450円で通勤手当3万7千円職務手当2万2000円調整手当6000円で総支給が29万4520円そこから控除が引かれて手取りが20万8382円となっています。えー、今回は研究開発職をしている方の給与明細でした。 まえー、機械とか工具の、えー、研究開発なんですけどえー、まあ給料も、えー、なかなか、えー、いいかなっていうふうに思いますえー、まあ月収30万 ×12 で、えー、360万でプラスボーナスが100万あって、えー、年収でいくと460万くらいなので、ま、平均より、えー、上な感じでまあ安定して生活できるのかなっていう印象でした今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします